いや、この4回っていうのはね、すっごい遠いんですよ。俺、本当に今回がその自身でも最多を更新してて、で調べたんですよ。一番最後に、ヒート選手が11回防衛した後に一番近かった選手って誰なんだろう。プリンス・デビッドさんが確か7回とかだったんですよ。今の自分と同じだから、その一番近かった人間に今並んでるんですよ。そこを超えるかっていうのもやっぱ大きいところなんで、そしたらまたさらにその11回って近づいてくるんですけど、高橋宏のこう言い過ぎると実現しない説が存在するんで、あまり最多防衛最多防衛言い過ぎても良くないのかなと思っちゃうんですけど、心の中ではもちろん意識してますよ、あと何回だな。ただやっぱそういう風に言ってると足元救われちゃうんで、しかも今回相手がデスペラードなんで、逆に言えばこのデスペラードを超えたらもうほぼほぼヒロムはもう11回12回13回と防衛していくことが確定するんじゃないかぐらいな俺は相手だと思ってます。ここさえ超えればっていうところまで来ましたね。本当に自分今まで多分マックスも4回ぐらいなんですよ、防衛したことあるのって。それ以降は1回とか本当にそのレベルなんですよ。だからもう自分がこう7回防衛してるっていうことは今もうすごいことなんですよ。ただやっぱりヒート選手、今いない選手じゃないですか、新日本プロレスには。やっぱり今新日本プロレスジュニアを支えてる人間が、そこは記録は塗り替えないといけないんじゃないかなと思ってるんで、いつまでもやっぱこのねヒート選手を抜けないっていうのはこれは問題なんじゃないかなと思ってるんで、やっぱり防衛記録を作るのは高橋宏夢がふさわしいんじゃないかなと自分で思ってますね。はい、もう理由は単純シンプルで、2023年の1月4日高橋宏夢、エルデスペラード、マスターワットでチャンピオンの石森大志っていうのは 4way 戦だったんですけど、まあ自分は直接チャンピオンの石森選手から取れなかったんですね。マスターワットから3カウントを取ってチャンピオンになった。でその間防衛しつつ、ベストオブザスーパージュニアを優勝したマスターワットの挑戦を受けてマスターワットを倒した。でもやっぱりチャンピオン、当時チャンピオンだった石森選手から直接勝たないと俺はベルトを腰に巻きたくないなと思って、ずっとベルトを巻いてなかった。その石森選手は怪我をしてしまった。そして10月の両国ですよね、あそこで石森選手がそのタイトルマッチ後に出てきて俺に挑戦表明した。そして11月の大阪で石森選手と対戦して勝つことができて、やっと腰にベルトを負けた。じゃああと一つ何がある、なんか気持ち悪いことあるよね。そうだ、エルデスペラードを倒せてない。エルデスペラードを倒してこそ2023年1月4日の 4way 戦が完結するのかなと、そう思ってるんですよ。1年がかりであの 4way 戦を完結させたいなと俺は思ってるんで、今回エルデスペラードを指名しましたね。もう本当に俺は結構その悔しかったりだとかっていうのを顔に出したくなくても出ちゃうタイプなんですよ。うわ今ヒロム悔しいんだろうなってファンの人もその内部の人も分かるぐらい顔に出ちゃうタイプなんですよ、いつも。ただデスペラードの前だけでは絶対にその悔しさを、悔しいことがあったとしても出したくないっていうプライドがあるんですよね、なぜか。本当にいろんな意味で負けたくないんですよ。いろんな意味でのライバルだと思ってます、リング上だけでなく。このもうこの自分からこのライバルって言ってしまうこと自体ちょっと悔しいんですよ。
まあもう皆さんご存知かもしれないですけど、まあ同期なんですよ。もう14年ぐらい同じタイミングでこの世界に入って一緒にいるわけですよ。会話は昔ほどないですけどね。でも昔も会話っていう会話をしてないんですよ。はい。それは俺が嫌いだったから。向こうはどう思ってるか分かんないですけどね。俺は好きじゃなかったんですよ、彼の性格がね。はい。どういうところが嫌い？これはね、言えないことの方が多いなと。あの頃の思い出というか、思い出なんていう、いい風に言いたくないんですけど、俺はもう本当にヤングライオン時代が嫌だったんで、思い出したくもないぐらい。もちろんそれはデスペラードのことだけではないですけどね、嫌だったっていうことは。ただやっぱり、目指してるものは同じなんですよね。プロレスを盛り上げたい、ジュニアを盛り上げたい、上に上げたい。だからもうあの時みたいに会話はないですけど、多分いいやつになったんじゃないかなと、はい、今はそういうふうに思ってます。はい、いや、そういう感覚はないですね。多分お互いが行き着く場所にデスペラードがいたみたいな。違う道を行ったらデスペラードが行った。やっぱ結局俺は新日本プロレスに入りたかった。新日本プロレス以外からは給料をもらいたくないと思って、バイトも何もせずに新日本プロレスに入れるまで、入門テストをね、受けてでも絶対入ってやろう。で、最初にもらう給料は新日本プロレスからだと思うぐらい、やっぱり新日本プロレスが大好きで、いろんな団体も見てましたけど、プロレスをやるなら新日本プロレスだ。新日本プロレスに入るんだから、その例えばファン時代にサイン会だとか握手会とかあっても絶対行かなかったですし、なんでこれから戦うやつと握手しないといけないんだ、サインもらわなきゃいけないんだみたいな、なんかそういう考え方だったんですよ。だから新日本プロレスデビューしてからも新日本プロレスしか知らなかったんですよ。他の団体で試合することももちろんありましたけど、じゃあそれで全てを知ったかって言ったら知らないですし、でも知らないとなと、その今回そのオールスターをやるにあたっても思ったんですよ。だからいろんな団体を2022年始まったぐらいから見始めたんですよ。はい、いろんな団体の選手を見て知って、あ、こんなプロレスがあるんだと知って、で2023年のオールスターを開催できたんですよ。だからあのオールスターやりますって発表する前から下調べをずっとこう地道にしてきて、念願かなってあの2023年3月1日のオールスタージュニアフェスティバルがかなったんですよ。本当に本当にいろんな人の力を借りて、はい、いろんな人が裏で動いてかなった大会なんです。だから俺にとってはすごく特別な大会で、それででも本当の意味で他の団体を知らないっていうのは良くないんじゃないかなと思って、今年は本当にいろんな団体に出させてもらったんですよね。はい、いや今印象に残ってるパッっていうふうに言われたら、やっぱりそれはブラつけてるとかっていうのはすごく印象には残ってますよ。残ってしまってます本当に。でもどの試合も印象深いんですよね。やっぱりシングルマッチでやった選手はすごい思い入れはありますよね。
あれは本当に吉彦選手が出てきた時に覚悟を決めましたよね。俺リング上でドキドキしたのって初めてなんですよ。もう本当に試合前はすごくドキドキして、本当に嫌だな嫌だな、リング上がるの怖いなっていうタイプなんですよ。でも入場曲が鳴ってお客さんの前に出たらそれが一切なくなるんですよ。もう相手しか見れない戦闘モードというか楽しいモードでニヤニヤしてしまうんですけど、だからリング上でドキドキすることはないんですよ基本的に。でも吉彦選手ができた時に初めて心拍が上がったんですよ。ものすごくドキ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 言っちゃったんですよ。息が上がるあれではなく本当に緊張というドキドキが出てきてしまって焦りましたね。試合に関しては何が正解なのか、何が正解なのか、あの試合を語らないといけないのであれば、俺は吉彦選手の攻撃を受けたら負けだなと思ったんですよ。もうやらざるを得ない雰囲気が漂っていたのでやりましたけど、これは一方的な攻撃以外はダメだなと思ったんです。だからタイムボムを1で返されたり、タイムボム2を 2.9 で返されたりっていうことをしましたけど、これは攻撃を受けないっていうことが唯一新日本プロレスを守ることだなと思ったんです。はい、攻撃を受けたら終わりだなと、ある意味最大の敵だったなと、最大に頭をフル回転させる敵だったなと思いました。ただ俺の中で決めたのは9受けて10返すのがプロレスだと思いましたけど、吉彦選手に関しては10で攻撃するのが吉彦選手への俺なりのリスペクトです。はい、史上最強の敵だったかもしれないですね、ある意味。もう二度とやりたくはないですね。いやー、すごいですよ本当に。すごいっていう言葉が自分の中での最大表現です。悔しいんですよね。顔には出したくないですけど、はい、言葉にするならすごい、そして悔しい、この2つなんですよね。でもデスペラードにしかできないことをこの1年間やってたんじゃないかなと。あー、すごいですよね。俺はできないですよ。俺もファン時代、まあもう今もですけど、デスマッチ大好きです、正直。で、人生で初めて写真を撮ったのが笠井さんなんですよ。はい、だからやっぱそれぐらいデスマッチ大好きですし、ただ自分がデスマッチをやるっていうことは想像できないです、恐ろしすぎて。だからこそ自分の中で決めてたことがあって、それはデスマッチをもし仮に本当にやるのであれば人生に1回ものすごいデスマッチをやりたいなと。はい、ただこれは本当にデスマッチ団体、そしてデスマッチファイターの皆さん、リスペクトがあってのことです。はい、なのでこれは高橋宏夢の壮大な振りではございませんというのは言っておきます。はい、この間平田選手やった時に全部に何々デスマッチって書いてあったんですよそれは1回には含まれないのでご安心ください。はい、はい、あれは平田選手に聞いたら、デスマッチっていう響きかっこいいじゃないですかっていうそういう理由だったので、はい、このデスマッチカウントはなしです。はい、ノーカウントにします。はい、気持ちはわかるね、平田選手はね。確かにデスマッチって一度は言ってみたいですよね。はい、何々デスマッチかっこいいですね。はい、それはわかります。はい、
俺は今まで散々そのヘビー級と比べてきました。で、新日本プロレスも昔からですよ、ジュニアとヘビーのその壁というか、どうしても新日本プロレスはヘビー級を売り出したい、そう思ってきました。そう思って今まで来ましたけど、でももうそれももうおしまいかなと。俺がそんなことを話すのももうおしまいかなっていうのはなんとなく思ってきました。それはなんでかっていうと、もう俺の中ではジュニアとヘビー、差はあったように見えたんですけど、もうそんなないのかなと。そして新日本プロレスもそれに気づいてくれたなと俺は思ってるんですよ。最近新日本プロレスに気づいてもらった時点で、俺の中でのそのジュニアとヘビーの問題は一つ綺麗になったかなと。もう差をつける必要はないなと、並んだなと俺ははっきりと2023年感じました。並びました。別に超える必要はないと思ってます。ジュニアとヘビー級別々のものなので本来。ただ俺は今のジュニアヘビー級、新日本プロレス含め、いやその全団体のジュニアヘビー級の力でここまで来れたなと、そう思いました。そう思った2023年でした。だからこそオールスタージュニアフェスティバルをやれてよかったなと。はい、俺はこれはなんか投票とかいろいろと言われてたじゃないですか、今回も。俺は新日本プロレスに認めさせたいんです。で、そのジュニアとヘビーどっちが上か俺は散々言ってきました。でも2023年新日本プロレスがジュニアすげえなって認めた年だと思うんですよ。俺は認めさせられたなと思ったんで、俺の中では少し一つ完結したなっていう言い方をさっきしたんですけど、ドームのメインも同じで、新日本プロレスを認めさせた上でメインイベントを取りたいんです。だから投票なんて絶対嫌なんですよ、正直言えば。はい、俺はもう前回何年前ですか、分かんないですけど、投票でメインイベントセミが変わったみたいなのあったじゃないですか。どんな試合であろうとメインイベントって自信持って発表してくれよって俺はすごい思うんですよ。だから今回のもその投票どうのこうの出た時に、いやいや新日本プロレスと、なんかフィンレイ選手が壊した US のベルトですとかって闘魂ショップに飾ってありますのでぜひ見に来てくださいじゃねえよと。何言ってんだよと。それ以上に言うことあるだろうと。いや新日本プロレスのメインイベント2024年、新日本プロレス 1.4 のメインイベントは内藤真田で決定してますと、はっきりと言えばいいじゃん。すげえその辺がかっこ悪いなと俺は新日本プロレスに対して思いました。はい、すごい嫌です。かっこ悪い新日本プロレスを見るのはこれで最後にしたいですね。だからこそ IWGP ジュニアヘビー級選手権試合でやる高橋シアン VS エルデスペラード、メインイベント以外の試合でやるのはこれで最後にしたいなと思ってますね。やっぱり高橋シアン対エルデスペラードはメインイベントにふさわしいんじゃないかなと俺は思ってるんで、新日本プロレスに認めさせた上でいつの日か東京ドームでこの同じカードでメインイベントで試合したいなと思いますね。まあ目標っていう意味で言うのであれば、では一つスポーツ番組のテロップでも、まあ大きく言うならば一つのコーナーと、まあコーナーでなく普通にニュース番組の一つとしてプロレスを取り上げられるのが
目標ですかね。プロレスに何が足りないのかな、プロレスどうやったらもっと上に行けるのかなと思った時に、自分はやっぱりゴールデンタイムとかっていう大きな夢がありましたけど、いやその前に、そうだ、なんでキングオブスポーツと言われてる言っているものがスポーツ番組で取り上げられないんだろう。スポーツ番組本日の結果です、ベストオブザスーパージュニア、高橋ロム選手が3連覇しました、そういうニュースってなんで出ないんだろうと思ったんですよ。俺それが一番の近道なんじゃないかなって思いました。気づいてしまったんですよ。プロレスがニュース番組に普通に取り上げられるようになったら、本当に普通のプロレスを知らない人もへーって思いながら見てくれると思うんですよ。今はその10代20代がプロレスに対してへーって思うことすらないんですよ、ゼロなんですよ。でもニュース番組が取り上げてくれることによってへーって思ってくれると思うんですよ。そのへーを引き出す第一歩、大きな一歩ですよ。それをね、ぜひテレビ朝日の皆様、ぜひニュース番組にプロレスを何でもいいので取り上げてください。本当に5秒で構いません。今回この選手がこうでした、高橋ロム選手が IWGP ジュニアヘビー級のベルトを最多防衛しました、おめでとうございます。5秒です、たった5秒、この5秒を今年はぜひ取り上げてください。ぜひよろしくお願いいたしますっていうのが一つの目標ですかね。あ、確かにそうですね、確かに確かにニュース番組では今ぜひ、あ、ぜひこれもうロングインタビューで公開してください、もう今のフルで、はい、今のこの下りも入れた上で IWGP 言ってもいいですけどね、それでも面白いですけどね、もうここまで全部流してもらっても。そうですね、あの2024年の目標の一つとしてやっぱり IWGP ジュニアヘビー級の最多防衛はしたいですよね。はい、12回防衛したらじゃあ落としていいのか、そんなことはないです。13、14、15、16と A 級チャンピオンを目指します。はい、もうここまで入れてもいいですここ込みでもいいです。はい、あのフルで長尺で流してください。